はい、ベルセッティファミリーのドン、ゆっくりベルセッティです。今回はファミリーのみんなでバイスシティからサンアンドレアスまでバカンスに来ました。ラジオ DJ のマーリーだぜ。私の放棄に5人乗りは正直しんどかったが、高速越えの浦島高架で無事30年後のサンアンドレアスに着くことができたな。ごきげんよう。召集がかかったので核戦争後の世界から一旦帰ってきました。パクさんです。ベルセッティファミリーに吸収された下部組織、モビッチファミリーのメカニック、イブラヒモビッチです。乗り心地の良いバイクの後部座席の研究のためついてきました。とにもかくにもまずはドライブから行きましょうい。そんじゃゆっくり見ていってね。うおー、出発。おー、こいつはスーパーカーインフェルナス。またの名をモンスターボールじゃありませんか。どしたのこれ。駐車場に落ちてたので拾ってきた。え、それって泥。それにしても綺麗な街だな。私たちがいたところと大違いだ。私らの街って角張った建物ばっかりだし、なんか道路もヨレヨレしてるしね。さすが観光名所サンアンドレアス、街の作りが違うぜ。道が広いから思いっきりスピードが出せるな。こういう時はメタリカかけようぜメタリカ。いやいや、スレイヤーも捨てがたい。この車載カメラで撮影した映像は要素でにアップロードするから判検局はかけられないよ。あ、メタリカンスラックスレイヤーがですのカセットテープなら持ってるぞ。よし、早速かけよう。いてぇ。ちょ、どこ見て運転してんだよ。すまん。美味しそうなまんじゅう売っててよそ見した。であれ？カセットテープを入れるところがないぞ。なんだこの車？欠陥品か？カセットがダメなら MD だ。MD なら聞けるでしょ？あの、現在では音楽はデータだけで持ち歩く時代ですよ。データだけだと？それじゃカバンの中でかさばらないじゃないか。あ、一応 CD は聞けるみたいですよこの車。ならこの CD だ。なんか車の中に置いてあった。かけてみようぜ。はい。マジで？おい、すっぽいデジャブだ。このシチュエーション知ってるぞ。この CD、なんでそんな音声が録音されてんだ？あ、これ私が持ってきたやつだったわ念を念を。なんで CD に入れてんだよ。心臓とケツが吹っ飛ぶところだったわ。テヘペロ。おいひねりつぶすぞ。よし、今度は登り道に入ってみるか。うお、結構狭いな。そんなスピードで大丈夫か。安心しろ、坂道発進ではまだ3回しかエンストさせてないからな。で危ねえ。うおお。はは、事故ってやんの、下手っぴね。こっからは結構坂が急だな。坂道発進本当に大丈夫か？大丈夫だ、一度も止まらなければ発進する必要もないから。いやそれ大丈夫じゃない。いてぇ、ちょ、止まったらどうしてくれんだ。お前教習所行き直すべきじゃないか？ふふふ。うつ主のように、GTA のやりすぎなのか日本なのに右車線を走っちゃった人よりはマシだな。マジで？マジです。免許試験89点で落ちるしさ。あまりの悔しさに翌日もう一回受けに行って合格しましたよ。まあ、事故らなくて何より。うおお、崖か、落ちたら死ぬる。私は PS9 が出るまで死ねんのじゃー。ガードレールに助けられたな。それより PS4 が出たばっかりだぞ。5世代先まで頑張るつもりか。というところで、ドライブはここまで。ほんとすっぽい綺麗な街でびっくりだわ。バカンスに来て正解だったな。今度は川下りと行こうか。北の方にでっかい湖があったからな。すっげー綺麗な水だな。放射能汚染されてなさそうだ。先導する、スリップストリームで私に続け。ちょっと待てマーリー、それジェット機だろ。スリップストリームどころかソニックブームでぶっ飛ぶわ。うおおお、本当にぶっ飛んだ。滝があったのか。
ドラクエとかならあの滝の向こうに洞窟があるんだろうな。自然があっていいな。うちらの町じゃなんかの木が点々と生えてたり芝生があるくらいだもんな。おお、なんか綺麗なお姉さんが写真撮ってたぞ。へえ彼女、かっこよくこの頭を撮ってくれよ。うおおおお、飛んだ。そのままバク転と川崎決めれそうだ。おお、野生生物だ。アルパカか？アルパカなのか？アルパカがいるのか？いないと思うよ、こんなところに。くそー、イケメンな動物だったからアルパカだと思ったのにな。アルパカがイケメンにはおおむね同意だが、あれは多分鹿だ。他にもいろいろいるらしいが。よし、下ったところで今度は登るぞ。え？このジェットスキーって逆流できるほどパワーあるの？男は度胸、何でも試してみるのさ。よしよし、黄河の上流にある滝、龍門を登ることのできた恋は龍になるという。ならばおまんじゅうであるこのゆっくりが滝を登ればもみじまんじゅうになれるに違いないったら違いない。その理屈はおかしい。うん、また野生生物がいたな。気になる時は動物図鑑だ。イブラヒモビッチ。はいどうぞ。ミトラノス。草むらの上に耳だけ出して周りの気配を探る。猛毒の角で身を守る。性的に形が明確で、地流では大きさや反紋にはっきりした差がある。大部分が肉食性でどの種も自分とほぼ同じ大きさの動物まで捕食する。生殖行動は、オスが触手に入れたスパームを。ちょーとまめー。こんなところにミドランがいるわけないだろ。てか変な情報混ざってたぞ。アウトアウト。一体何のデータを参照してんだ？おお、滝が見えてきたぞ。登れるのか？いやさすがに無理だ。でも都合がいいことに別の水路があるぞ。おーおー、意外と登れるもんですな。一万馬力くらい出てるんじゃね？このジェットスキー。いや一万馬力って言ったらドラミちゃん並みだぞ。ありえねえ。それってすごいの？ GGR ケース。さて、今度は南西側の川を下ってみるよ。ウェーイ。おお、こっちは比較的なだらかだな。だがどこにトラップが仕掛けてあるかわからん。油断するなよ。こっちはアフリカーって感じだな。いや、アフリカってあんまり見たことないんだけどさ。緑が多いというより土っぽい感じがアフリカってイメージ。さっきの川とだいぶ景色が違うけど、気候条件がだいぶ違うのかな？日当たりが良すぎるのかな？私にとっては光合成に適した日差しなんだがな。ぬおお、波に持っていかれた。コントロールが効かん。誰かから借りたジェットスキーなんだからあんまり傷をつけちゃいけないよ。むむ、地図上では左にも川が伸びてるぞ。行ってみるか。いやこれ川っていうか湧き水が流れてきてるだけ？こういうのをなんていうのかわかんないけど、少なくともジェットスキーで走るところじゃないと思う。このような か細い流れになって、音羽の滝も汚れを受けているのですね。くおおおお、ぶつかるー。インド人を右に。無茶しすぎだ。普通に土の上走ってるじゃんか。ジェットスキーってもしかして水陸両用なのか？これからの時代は高速道路をジェットスキーでかっ飛ばすというのか？あ、積んだ。積みましたわこれ。びくともしませんとも。だがしかしふんがー。ぬおおおおい、もはや水上を走る気ないじゃないか。てかぶっちゃけもう歩いた方が早いよね。もうゴールしていいですか？あかん。ファイトおおおおいってあーつ。噛んだ。おお、ここが流れの始まりか。湧き水だったんだな。なんか癒されるな。たっぷり森林浴ができたからなんだか健康になった気がするぞ。やっぱり人間は自然のエネルギーを浴びないとね。よーし、飛行機が落ちてたから今度は空の旅を満喫するぞ。パクさんパクさん、
飛行機免許持ってるのか？問題ない。エースコンバットは得意な方だ。うおーおう。うおーおう。飛んだ。本当に飛んだ。マジ感動。追い始めてかよ。AC-130 やサンダーボルトなら操縦したことあるんだけどな。着陸できたことがないけど。ああ、パクさんのはいつも、不時着、だな。着陸ではないな。うおーおー。海面ギリギリのスリル。気分はまさに翼を得たアルパカのごとし。おい。気を取り直してレッツゴー。うぬぬぬ、さすが多分これが一番早いと思いますで残機を増やしたアルパカだ。一回プシュったくらいじゃびくともしないな。おお、非常に魅力的なバイクの後部座席が。よく見えるな。メカニックマンたるもの。世界にバイクが映っていれば何キロ離れていても後部座席に目が行っちゃうものですよ。それはモビッチファミリーだけだ。うん。うおお、太陽が眩しい。目が。太陽を見るときはこの双眼鏡を使え。あんまりブー。痛い。やばい、落ちる。落ちるのはイブラヒモビッチの受験だけで十分だ。そんな、今度大型二輪免許取りに行くのに。いや、今まで持ってなかったのかよ。運転する必要はありませんでしたし、後部座席に座るのに免許はいらないでしょう。いろいろと言いたいことはあるが黙っておこう。ふふ、地上の車ども、平面を走っていて満足かい？やっぱり男なら立体軌道でしょ。痛い、やばい、落ちる。無茶するな、落ちる前にポリスに怒られちゃうぞ。だが断る。しっかし広いなぁこの島は。サンフィードとラスベンチュラスはどっか行っちゃったけど、こう広いと行き先に困っちゃうな。とか言いながらゆっくりはゲーセンを探すんだろうけどな。いるよねそういう人。遠出したのにゲーセンに行こうとするさ。うちの人もそのタイプだわ。うん。だってしょうがないじゃん。弾幕系シューティングを置いてるゲーセンってあんまりないからついつい探しちゃうんだよ。まあ、ゲーセン内のなんとも言えない一体感はなかなか心地よかったりするしな。それに幻想郷にはないし。あの木の下で告白したら必ずカップルが成立する。とかいう伝承ありそうだね。正しい懸念に限る。おい。渓谷内を通過する。レーダーに捉えられないように低空を飛ぶぞ。おい無茶すんなよ。レーダーに捉えられるとなんか悪いことあるのか？そや。アメリカ軍基地の SAM は気まぐれで撃ってくるって話でしょ？聞いたことがあるぞ。そりゃ昔のサンアンドレアスでトレノさんが言ってただけだ。が、本当にありそうだから怖いな。ぬおおお、乱気流に飲まれた。車体制御がつかねえ。ブリッジがあるとくぐりたくなるのはアルパカの差が。ユーティフォー、だがアルパカ関係ない。ってあれ？燃料のメーターが限りなくゼロに近いぞ。バグか？いやそれシャレにならんぞ。早く着陸を。オーケー、着陸っと。待てパクさんが言う着陸って不時着ひでぶ。まったく、飛行機とパクさんの修理代もバカにならねえ。真面目に飛べ。おお、あれは風力発電だな。シムシティでは汚染が出ない代わりに電力の供給もいまいちで使ったことないな。やっぱり地熱発電所でしょ。うおう、障害物がセクター X っぽい。間を華麗にすり抜けてみせよう。今回は日帰りサンアンドレアス旅行だからそろそろバイスシティに帰るぞ。ってわけでパクさん、そのまま懐かしき我が家まで飛ばしてくれ。了解、みんな一気にアセンションさせますよ。ちょっと待って、アセンションって昇天って意味ですよね。おい、ちょ待て。キャチャー、操作パネルにコーラ口負けちゃった。おい何やってる、そんなんデバイスシティまで操縦できるのか？まあ、大したことはない。体は無事だし、もうしばらくは飛べる。そりゃ体は無事だろうよ。悪くてコーラまみれになってるだけだろ。ああ、レーダーが消えた。配電盤がいかれてる。おいどうすんだよ、脱出はできるのか？無理だな、電気系統がいかれてんだ。キャノビーが飛ばねえ。イジェクションシートも、多分ダメだ。諦めるんだパクさん。へへ、
いい声だぜ。というところで、今回のバカンスはここまで。見てくださった皆様、ありがとうございました。スワッ。